アーバンネットワーク、アーバンネットワーク、アーバンネットワークとは、西日本旅客鉄道、JR 西日本が1989年3月11日より、使用を開始した、京阪神都市近郊区間を指す愛称である。アーバンネットワークの定義と、旅客営業規則に規定される、大都市近郊区間としての、大阪近郊区間、新幹線を除くや、 JR が便宜的に故障する近畿エリアとは完全には一致していなった。2006年10月21日のダイヤ改正と新快速の鶴ヶ駅乗り入れ開始以降、車内及び駅の路線図と車内停車駅案内図がアーバンネットワークの表記から路線図に変更されるなど、2000年代後半以降はアーバンネットワークという名称を使わず近畿圏や 京阪神エリアと表現されることが多い。また、JR 西日本が発行する冊子からも2013年度以降、アーバンネットワークの名称は使われておらず、定例社長会見や一部ニュースリリースで使用される程度となっている。本校では、特に正式名称で記述する必要がある場合を除いて、愛称名がある。路線名は、愛称名で記述する。会社発足時には、 関東地方に広大な通勤路線を持つ東日本旅客鉄道 JR 東日本や東海道新幹線を持つ東海旅客鉄道 JR 東海に比べて収益力が比較的弱いとされたが山陽新幹線と大阪の近郊路線に経営資源を集中し経営基盤を強化する方針が立てられた。 関西圏では歴史的に私鉄王国という言葉に見られるように私鉄の影響力が強く特に収益力を大きく左右する通勤輸送については私鉄の独占上であった。そのため日本国有鉄道、国鉄からの経営移管時には通勤輸送をいかに取り込むかが課題とされ大阪近郊路線の強化にあたっては新型車両の導入。 速度向上による所要時間の短縮、直通運転などの施策により、並行する近畿地方の大手施設に流れている乗客を獲得することになった。その施策の一つとして乗客に馴染みを持ってもらう目的で、1988年昭和63年3月13日のダイヤ改正を機に80009区間に相称を制定し、 1989年3月11日からは、京阪神都市近郊区間を、アーバネットワークと呼ぶようになった。設定当初は、現在のエリアのうち、姫路駅西特撮線、古西線、和歌山線など、ラインカラーが設定されていない線区が除外された区間であった。その後、1990年3月10日に、イメージの定着を図るため、十線区に線区別、 琵琶湖、JR 京都、JR 神戸線は、同色の、ラインカラーを導入した。大阪駅を中心点に他線区への直通列車が、多く、2015年3月14日から、本格的に、路線記号の導入に合わせて、ラインカラーの拡充、変更も行われている、例、加古川線、姫新線のカラーを正式採用、山陰本線のラインカラー導入区間を、 木の先温泉駅まで延長。学研都市線のラインカラーを、黄緑から応答色へ変更など。各種路線図や、駅の案内、アーバンネットワーク内の駅名表や、JR カゴに登場した電車の種別幕には、基本的に、ラインカラーと、路線記号が使われている。国鉄型車両については一時期ラインカラーに準じた、塗装変更も検討されたが見送られており、 国鉄時代と同じ塗装のまま運行されている。主な報道機関、マスコミにおいて、愛称鮮明を使用しているのは、朝日新聞と神戸新聞のみだったが、このうち朝日新聞は2003年2月1日付の、紙面から、主要路線などで愛称が定着して、駅や、車内放送のほとんどが愛称を使用しているなどの、理由により愛称表記を原則としている。 2005年4月25日に発生した JR、福知山線脱線事故の際も多くの報道機関、福知山線の名称を用いた中、この2社は JR 宝塚線の名称を用いた。アーバンネットワーク制定と同時に運転を開始した221系は、大きな窓や明るい車内、快適な座席、サンドア転換クロスシートなどが利用者から好評で、 その後継の223系とともに、アーバンネットワークの象徴的な車両となった。また、通勤型4、扉車は JR 東西線開業準備をとして207系を学研都市線に投入し、その後 JR 京都、神戸線や JR 宝塚線にも、運転範囲を拡大、後継車である321系も、同様に投入されている。 さらに223系の後継として、安全性、利便性をより重視した225系が製造され、2010年12月1日より営業運転を開始した。アーバンネットワーク向け車両の発注は、地元の川崎重工業と近畿車両に集中しており、以前は発注がなされていた日立製作所については近年は発注が減している。 2012年からは JR 発足前後の車両のリニューアル工事が始まり、205系、221系、207系の更新車両においてはバリアフリー対応の工事が施されている。また前述の通勤型4、扉車にも大型の吊り革が導入された。一方国鉄時代に天王寺鉄道管理局管内だった路線、その大部分が 私鉄買収路線を中心に当時から使われている車両も比較的多く山和地線、大阪環状線、奈良線、さらに JR 加護に開業した大阪東線では103系、201系、万葉真ほろば線、和歌山線では105系が、草津線、湖西線では京都発着の列車を中心に113系が使用されている。なお、 木の国専用車両のひねの電車区への入陸目的で、阪和線も113系が一往復のみながら使用されている。これらには接客設備を中心にリニューアルされた車両も含まれているが、車齢も高く騒音が大きい機器類や乗り心地の比較的を取る台車を引き続き使用している。2016年に入ってから阪和線に103系、205、 形の置き換え用として225系5100番台が大阪環状線203系201系の置き換え用として323系が申請配置された。2019年度から万葉場滅場線、和歌山線、時の国線の一部では227系が申請配置される予定である。大手市鉄の路線と並行する区間が長いアーバンネットワークでは、 主な対抗策として以下のような施策が行われている。民営化され JR へと変わった後は本社の方針によりネットワークを利用した直通運転がより一層拡大された。直通運転は国鉄時代から大阪環状線関西本線の快速電車や新快速の湖西線乗り入れが実施されていたが、これに特急列車も含まれることとなる。 1988年になら、シルクロード博覧会をきっかけにした、梅田貨物線の旅客使用を開始した。さらに、翌1989年7月22日の、関西本線と阪和線を結ぶ、連絡線の開通に伴って、帰省本線の特急、黒潮や一部の阪和線の快速が新大阪駅まで乗り入れを開始し、1994年6月の、 関西空港線の開業では、梅田貨物線を利用した京都駅、関西空港駅間の特急、はるかの運転を開けした。そして、1991年9月には、北陸本線の田村駅長浜駅間が直流化されて、新快速が長浜駅まで運転されるようになった。その後新快速のネットワークは、万州阿古駅、上郡駅、さらには、 鶴ヶ駅まで拡大している。1990年代からの沿線の開発に伴う人口増加や郊外化が追い風になり、アーバンネットワーク区間の利用客は年々増加し、ダイヤ改正のたびに利便性向上の施策が取られるようになった。1995年の阪神・淡路大震災では、いち早く JR 神戸線が全線復旧し、利用客の増加に拍車をかけた。 運転系統の充実、既存戦争後の直通運転に加え、1997年3月8日には JR 東西線が開業、2008年3月15日には大阪東線が部分開業し、大和地線から JR 東西線への直通列車も登場した。この大阪東線は北部区間も2018年度末開業を目指し建設中であり、これらを含めた 利便性の向上とネットワークの拡大は今後も続く予定である。競争を意識した余裕の少ない運行ダイヤはわずかの事象で大きなダイヤの乱れにつながることとなった。また、直通運転の拡大は関東地方でも見られるようにダイヤの乱れの影響を広範囲に及ぼすこととなった。その状況下で2002年11月6日に 塚本駅山ヶ崎駅間で鉄道人身障害事故、消防隊員の死傷事故が発生したが、この際安全の確認より列車運行を優先させたとして批判があった。さらに2005年4月25日の福知山線、列車脱線事故では余裕のないダイヤが乗務員に過度のプレッシャーをかけているのではないか批判を大きく浴びることになった。そのため、その後のダイヤ改正で、 列車ダイヤの余裕を比較的多く取ることで所要時間が増加しており、特によく2006年3月18日のダイヤ改正では新快速の所要時が運転開始以来初めて伸びることとなった。天王寺駅構内の半和短絡線の複線化、2008年3月15日完成などダイヤの安定性を高める施策や保安装置の拡充などが 今後も引き続いて進められることになっている。列車指令書による列車制御の一元化に合わせて旅客案内の拡充なども進めている。アーバンネットワーク内の各路線の行き先案内は九百九十七年三月八日のダイヤ改正以降、駅の発車表、列車の行き先表示や案内放送などでは方面と行き先を併記した方面、姫路方面、網星、 塚方面新三田などといった表記を採用しているが、これは、他事業者にはあまり見られない案内方法である。また、京都駅以降の鶴ヶ方面や、東西線を介する直通運転など経路が複数存在する場は、経由路線を明記した、XX 線経由、古西線経由鶴ヶ、東西線経由宝塚などといった表記も用いられている。 JR 東西線関連以外の本格実施は1999年5月10日以降。この案内手法はアーバンネットワーク外向きにも使用されており、一例として JR 東海との共同使用駅となっている前原駅では、同社の東海道本線、前原駅等で運転される列車の内名古屋駅東へ運転される列車に対しても名古屋方面と案内している。また、 各駅から京都、大阪、神戸などの主要駅への先着列車の表示や放送を行っている。2015年3月のダイヤ改正から路線記号を導入。吹田総合車両所、ひねの支所、奈良支所の所属車両を皮切りに路線記号を2017年までに路線記号併設の種別幕に更新された。他路線への直通運転する列車の場合、 直通運転先の路線種別膜が使われる。発車表はほとんどの駅に設置されており、発光ダイオード、LED 式とプラズマディスプレイ式があり、校舎は一部の駅に設置されている。発車表には一部の駅と特急、急行列車を除き乗車位置が表示される。ホームには目安となる印などと数字が書かれている。0、1、扉数や 平成数などで乗車位置が変わるので乗客はこれに表示された位置に並ぶ方式となっている。表示形式の例1から12、白1から7。列車が接近すると到着、通過を知らせる接近表示が点滅するものもある。なお、運行管理システム導入線区や自動振度制御装置、SRC 区間など一部の駅では列車に遅延が発生した場合には遅延時間、 遅れ約分、ディレイ、ミナッツビハインド、2時間以上の遅れの場合は、遅れ120分以上、ディレイ120ミナッツオーバーが表示される。これは、列車固有の遅れを表示しているが、旅客にとっては次の列車がいつ来るかが関心事である。ため、大幅な遅れが出ているときは次の到着する列車が、到着するまでの時間が表示、到着まで約、ミン・アンティルアライバルされることもある。 阪和線、羽衣線区間を除く、美和湖線、JR 京都線、JR 神戸線、阿光線、光線愛追駅番州阿光駅間、大阪環状線、JR 夢崎線、山和地線、大阪東線、学研都市線、JR 東西線、JR 宝塚線、2駅から新三田駅間では、アーバンネットワーク運行管理システム、サントラスを導入しており、 同システムと連動した表示となっている。また一部の駅では列車の在線位置も表示し、列車の走行位置を発車表に表示している。2003年から一部の駅の改札口、コンコース付近にプラズマディスプレイを設置していたが、2008年4月1日から異常時情報提供システムに移行している。普段は自社の宣伝や運行情報などを表示しているが、 異常時の際に、大阪総合指令所が、運転見合わせ区間や振り替輸送区間などの情報を一括、入力して、路線図形式による案内を行っている。情報を提供する区間は、アーバンネットワークの路線区と東海道、山陽新幹線、九州新幹線である。2016年9月8日からは、表示路線が拡大され、路線記号、ラインカラーに対応したものに更新されいる。 二百 221K、207K、二十三 k 及び二百五 k 体質改善車には LED 式の旅客案内装置を三百 321K、二十五 k には十九インチの液晶ディスプレイ、LCD の案内装置を三百二十三 k には十七インチのワイド LCD をそれぞれを消しており、自社宣伝、号車表示、二百七 k 未更新車を除く、 停車行き、自駅案内などを行っている。また、3 2 1十2 2 5百3 2 3系では LCD で広告、生活情報、ニュース、天気予報、ウエスト美人と文字による運行情報を表示している。車内案内では通常、行き先、自駅接近案内を行っている。ダイヤ乱れによる運用変更や表示不具合などの場合は、 自駅案内をせず、種別、行き先のみを表示するか、JR 西日本のロゴが表示される。アーバンネットワークの各駅では、駅の利便性向上にも重点が置かれており、1997年の JR 東西線の開業を機会に、京阪神エリア全駅で自動改札機の本格導入をはじめ、時期券の自動改札化を行った。 1999年にストアードフェアシステム化して J スルーカードを導入。2003年から IC カード、アイコカを導入している。さらに2006年からピタパとの相互利用を開始するなど他社 IC カードとの相互利用も行い、利便性向上を進めている。なおアイコカの普及に伴い、J スルーカードは2009年3月1日をもって、 自動札機及び自動生産機での利用を終了し、自動券売機での支払いにのみ、使用可能となった。アーバンネットワークと合い子化の利用可能駅は、完全に一致しておらず、一部の駅、関西本線、芸駅鴨も駅、和歌山線五条駅和歌山駅、紀勢本線海南駅以南の特急停車駅を除く、全駅、山陽本線あよい駅上み駅などでは、利用できない。また、 大阪近郊区間とも完全に一致していない。2018年10月からは、昼間と区割り切符に変わるサービスとして、利用回数や時間帯に応じて、運賃割引が受けられる、アイコカ、ポイントサービス開始された。なお、アイコカについては、アーバンネットワーク外、近畿エリア外でも順次導入されている。車内で、主に痴漢などの迷惑行為を防止するために、 2002年から関西で初めて女性専用車を導入している。指定の車両には緑色のステッカーとドア窓に小型の鏡ステッカー。外から見ると青が点されていたが、2011年春に対象車両に重複されているステッカーの色やデザインが緑から桃色基調のものに変更された。当初は4、扉車のみに導入されていたが、2016年に4、 扉車を置き換えように登場した、阪和線向け225件5100番台及び、大阪環状線向け323系は、女性専用車両のステッカーが貼り付けられており、両線区では3.4。扉車の両方に、女性専用車が設定されている。ダイヤが乱れた時は、女性専用車の設定をしない場合がある。2002年7月1日より、 大阪環状線の平日の始発から9時までの周回列車及び学研都市線の平日の始発から9時までに京橋駅に到着する下り列車の最後部車両を女性専用車として試験的に導入し、同年10月1日から本格的に導入した。その後、同年12月2日からは JR 京都線、JR 神戸線、JR 宝塚線などにも拡大して、 平日の17時から21時までの時間帯についても女性専用車の設定を行い2004年10月18日からは山和市線、和歌山線、阪和線にも導入したさらに2011年4月18日からは JR 夢崎線にも女性専用車を導入するとともに平日、休日にかかわらず毎日始発から終電まで 女性専用車が設定されるようになった。旅客の転落防止のため、一部の駅に、可動式、または、固定式のホーム柵が設置されている。JR 京都線、JR 神戸線、阪和線の一部の駅には、可動式ホーム柵が設置されており、停車列車がなく、通過列車のみ走行する、線路側ホームに設置しているため、通常使用時では、開口部はないが、 非常時などでの臨時停車の際には、駅係員の操作により、手動で、ホーム柵を開閉できる。また、学研都市線の京橋駅の2番乗り場、東根屋川駅の1番乗り場には、ホームの一部に、大阪東線の JR 河内栄和駅と JR 長瀬駅では、ホーム全てに固定式のホーム柵が設置されている。固定式のため常に開口部があり、停車した際に、 ドアがある部分の未柵がない。固定式ホーム柵やホームドアは全列車が4ドアで運転されている JR 東西線の北新地駅、大阪天満宮駅での設置を皮切りに停車する車両の扉数が統一されているホームへの設置を進めている。2017年4月22日に大阪駅6番乗り場、5月27日に7番乗り場で稼働開始したほか、 2018年秋には、高槻駅の2.5番乗り場に、2019年秋には、京橋駅の3.4番乗り場に設置することが予定されている。京阪神の主要路線は4度アシャ、3度アシャなどが混在するため、ホームドア設置が進んでいなかったが、双方に対応できる新たなホーム作として、2013年12月5日から2014年3月まで、 桜島駅において、正式ホーム作が施行された。これは、ロープが支柱に固定されて支柱そのものが昇降する仕組みで、2014年12月13日に、六甲道駅で試験が行われた。このホーム作は、高月駅の新設ホームに設置され、2016年3月26日のダイヤ改正から使用を開始した。また、2019年春には、 大阪駅の5.8番乗り場に設置することが予定されている。夜間での客扱い中に車掌がいる最後尾から最前部付近の乗降が確認しづらい状況を解消するため一部の駅において夜間視認性向上装置 TCPAC が設置されている。乗降客が装置からの光源を遮ることにより車掌に旅客の存在がわかる仕組みとなっている。 アーバンネットワークの高密度線区を対象に、従来より高度な信号法案方式である ATSP 型の整備を進めている。なお、導入は全ての信号機に ATSP 型の地上紙を設ける前線、P 方式と、場内信号機、出発信号機及び一部の閉塞信号機のみ、ATSP 型の地上紙を設けることで、簡素化した拠点 P 方式の2つがある。 アーバンネットワークでは、和歌山線、万葉場滅場線、阿光線、北陸本線、和田岬線、関西本線、紀勢本線以外の線区に ATSP 型が整備されている。利便性の向上及び競合交通機関からの利用者の転移による利用者の拡大を見込んで、アーバンネットワークでは、新駅の設置を進めている。以下、2004年以降のアーバンネットワークでの 新駅開業状況を記す。今後、以下の線区、区間で新駅を開業する計画がある。学研都市線京橋駅から JR 宝塚線、天ヶ崎駅までの 12.5km を結ぶ JR 東西線が1997年3月8日に開通し、同線を介して、関西文化学術研究都市のある京阪那急陵と、山の宮、 神戸方面や神戸三田国際公園都市ある、北雪、北上地域の直通運転が開始された。梅田貨物駅周辺の大阪駅北地区は、都心に残された最後の一等地として、大規模な再開発が進んでおり、これに合わせて大阪駅の改良工事が進められた。工事は、京城駅舎とホームを覆うドームの新設。 コンコースとホームの改良などによるバリアフリー施設の整備、期たびるメインテナントは三越伊勢丹の建設、アクティ大阪の増床などで2011年5月4日にグランドオープンした大阪2011年問題も参照。また2012年10月には桜橋口の駅中施設のリニューアル、駅マルシェ大阪が完成している。新大阪駅では 大阪東線整備事業に伴って改良工事が行われており、在来線改札口、コンコースの改良などが行われている。2014年3月には、コンコース内に大規模な駅中施設、駅マルシェ大阪が一部完成した。天王寺駅では、関西国際空港開港前後を境に改良工事が進み、半和短絡線の新設。 工事と大和寺線ホームの拡張、天皇寺妙の建設や、ステーションプラザ店のう治、現在の天皇寺妙プラザ館の改装、増床、駅中の充実などの工事が行われた。2010年以降も、安倍のハルカスなど駅周辺の再開発事業と連携する形で中央口を中心に改良工事を行い、2012年11月には、コンコース内に、 コンビニとスイーツ販売との複合店舗、アントレマルシェ天王寺が開業。天王寺ミオプラザ館の再改装工事も2013年3月に終了し、同月リニューアルをオープンした。2017年以降は、東口の京上通路の耐震リニューアル工事も行われている。京都駅でも駅ビルの完成に合わせて1997年までに大規模な改良工事を行い、 佐賀の線、特急、遥か、奈良線のホームの増設、近鉄京都駅との改札分離、駅舎強上化に伴う自由通路の新設などを行った。1997年以降も、さらなる改良工事が行われ、2007年には、駅西側にビッグカメラ京都店を開業させている。また二千八年二月には自由通路の西側に、蕎麦小 JR 京都伊勢丹が開業し、 大規模な駅中が完成した。その他の駅でも、校内の隠し店舗開発など駅自体の集客能力の向上を進めている。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、USJ を核とした土地区画整理事業により、味川口駅桜島駅間の線路移設工事を2001年3月に完了し、同時にユニバーサル・シティ駅を開業させるとともに、公募により、 JR 夢咲線の愛称が付けられた。また、一部を除き線内折り返しのみの運転から、大阪環状線への直通運転を大幅に増発するなど、USJ アクセスとしての輸送改善を行った。並走する近鉄京都線を意識しての大規模な輸送改善が行われた。京都駅 JR 藤森駅関東宇治駅、日田駅の複線化や駅改良、分岐器改良、 信号設備の改良などで速達かやラッシ主時の増発や快速設定できるようになり、2001年3月に工事を完了させた。また、宇治駅に待機間に JR 小倉駅が開業した。これらの一連の輸送改善の資金は、京都府の負担のウェイトが高い。なお、残る単線区間のうち JR 藤森駅宇治駅間9 9トル。 日田駅常用駅間 2.1km、山城多賀駅、多摩水駅間 2.0km の3区間合計約 14km が2023年春に伏線化される予定とされており、これにより伏線化率は23.6%から64.0%に向上する。一方環境省が2015年。 平成27年に国土交通大臣に提出した奈良線の複線化事業に係る環境、影響評価における沿線環境対策についての指摘項目では適切な環境保全措置を講じ、天動音、車両機器音及び構造物音の低減を図ることとしてロングレール化や鉄橋におけるコンクリート商板化の極力導入と並び1 0 3系からの代替による 低騒音型機器搭載車両の導入推進が求められており、こちらについては、阪和線で運用を終えた205系線番台が転属し、2018年3月17日のダイヤ改正から営業運転を死した。関西文化学術研究都市へのアクセス改善として、高速化と各種改良工事が行われた。松山京田駅間で高速化が行われ、 大隅駅、京田辺駅の構内改良、JR 三山木駅付近の線路移設及び高架化が行われた。これにより、列車の増発が可能になり、京橋方面から京田辺駅まで7両編成で運転できるようになった。さらに2010年3月までに、京田辺駅木津駅間の輸送改善工事で、同志社全駅木駅間で、 ホーム延伸工事が行われたことにより全線で7両編成での運行が可能となったことにより、従来は京田辺駅で行われていた増解決作業を同年3月13日以降は解消している。1996年に二条駅花園駅間の高架化、2000年に二条駅花園駅間を複線化するなど線路移設や部分的な複線化によって、 輸送改善を行ってきたが、さらなる輸送力の増強及び慢性的な遅延を、解するため、京都駅その部駅間の全線復線化工事及び、佐賀嵐山駅、亀岡駅の改良工事と、同時に、周辺道路の混雑解消と安全確保のために、花園駅、佐賀嵐山駅間の高架化工事が2003年から行われた。2008年12月14日のダイヤ改正を、 もって、馬堀駅亀岡駅間が複線化されて、以来、工事の進捗に合わせて、部分的に複線化されていたが、2010年3月13日のダイヤ改正時点をもって、京都駅構内を除く全が複線化された。また、設備改良以外に老朽化した113系、115系は2010年3月13日のダイヤ改正で、運用を離脱し、 すべて221系、223系に置き換えられた。大阪東線は、上東貨物線を利用して、JR 京都線の新大阪駅から、山和寺線、旧宝寺駅までの約 20.3km を整備して、旅客列車を走らせる事業で、大阪外環状鉄道により工事が行われていたが、2008年3月15日に、山和寺線、 九宝寺駅学研都市線放出駅間 9.2km が部分開業し、途中に5駅が設置された。これにより、山和寺線から大阪東線、JR 東西線経由で山ヶ崎までの直通快速が運転出ることになった。その後、JR 長瀬駅から新上駅間に新駅を設置することが決定し、 こちらはコロモリ上北駅として2018年3月17日に開業した。なお、計画当初では新大阪、放出館は2012年春の開業予定であったが、新大阪からさらに梅田貨物線を経由し、再開発が進められている梅田北ヤード地区に設けられる新駅、仮称北梅田駅に入,り入れる計画に変更された。そのため、 皇室から新大阪間は2019年3月に、新大阪北梅田駅、歌唱は2021年春の開業を予定している。天王寺駅構内の関西本線と阪和線を結ぶ、短絡線は1989年7月に、完成以来、単線運転を行っていたが、関西本線との平面交差の解消と、大阪環状線と阪和線の直通列車の増発を、 目的に伏線化工事が行わ、2008年3月15日のダイヤ改正より共用を開始した。短絡線の伏線化により、大阪環状線から阪和線への直通列車は16番乗り場から15番乗り場へと変更し、列車が増発された。また、短絡線の伏線化に関連して、新今宮駅では配線の変更も行われ、一部の 列車が新今宮駅4番乗り場着発となっている。踏切で交差する道路交通渋滞の解消や、鉄道線路による市街地分断の弊害をなくすため、連続立体交差事業が沿線自治体と共に進められている。以下に連続立体交差事業の共用開始時期を記す。東岸和田駅付近は、限度学立体交差事業を実施。 運転本数の高密度化により各駅で行っていた振動制御を大阪総合指令所にて一元管理し列車の振動を自動制御する運行管理機能と旅客に対して運転状況を自動的に案内する機能を持つ関西空港線開業を控えた阪和線が1993年7月1日に導入したのを皮切りにアーバンネットワークの一部線区で導入している 導入選挙は以下の通り。2008年2月から JR 東日本との提携で、相互で運行情報、遅延などを共有することを開始するとともに、JR 東日本管内で実施されている運行情報メールサービスも利用可能になった。なお JR 西日本の公式サイト、JR お出かけ、ネットではさらに詳細に掲載されるほか、 振り替え輸送の情報も合わせて掲載される。2013年3月1日より運行情報のエリアが細分化され、京阪神、和歌山、和歌山市社管内、北、近畿、福知山市社管内、特急列車の別に掲載されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。